スマートリグを紹介します。スマートリグはユニティのアセットスクリプトです。ユニティのキャラクターのボーンを直接操作することで自動で歩きと走りのアニメーションを表現することができます。デモシーンを開いてみましょう。シーンにはスマートリグの設定済みのキャラクターがあります。プレイするとキーボードの上下左右の矢印キーに従ってキャラクターがアニメーションします。キャラクターのインスペクターを見るとシンプルコントローラーというスクリプトがあります。試しにスマートリグをオフにしてみるとキャラクターが止まったまま移動するのがわかります。シンプルコントローラーはキャラクターの位置と回転の移動のみを行います。スマートリグはその移動と回転に合わせてキャラクターの各部をアニメーションさせます。つまりキャラクターの移動方法はスクリプトでユーザーが自由に作成することができます。オリジナルのスクリプトやラブメッシュ、ダイナミクスなどと併用することができます。スマートリグのパラメータを見てみます。上の部分にはキャラクターの基本的な姿勢に伴うパラメーターが並んでいます。下の部分にはアニメーションに伴うパラメーターが並んでいます。パラメーターを適当に調整してみるとその効果がわかります。このパラメーターで一番重要なものはヒップハイです。ヒップハイはキャラクターの腰の高さを調整し、またこのパラメーターはすべてのパラメーターの基準になります。スマートリグは腰の高さ、つまり足の長さを基準にし、キャラクターの移動に合った姿勢をリアルタイムに決定しています。それでは新規のキャラクターにスマートリグを適用してみましょう。新しいシーンにキャラクターを読み込みます。キャラクターにはあらかじめボーンが設定されている必要があります。最初にキャラクターを確認します。インスペクターからリグを選択し、アニメーションタイプがヒューマノイドになっているか確認します。次にキャラクターをシーンに追加します。アピリルートモーションをオフにし、新規にアニメーションコントローラーを作成しキャラクターに追加します。アニメーションコントローラーをダブルクリックします。歯車マークをクリックし IK パスをチェックします。次にスマートリグバイプドのスクリプトをキャラクターに追加しています。最初の設定はこれで終わりです。プレイしてみます。まだ移動のスクリプトを追加してないのでCに切り替えてマウスで直接キャラクターを動かしてみましょう。キャラクターの移動に伴ってアニメーションしているのがわかります。ゆっくり動かすと歩く動きに、早く動かすと走る動きになります。それでは移動のスクリプトを追加してみましょう。シンプルコントローラーをキャラクターに追加します。キーボードを操作しながらキャラクターを動かすと移動に伴って歩行します。足の設定を確認したいのでプレーンオブジェクトを追加します。プレイしながらスマートリグのパラメータを調整していきます。カメラムーブスクリプトをメインカメラに追加します。このスクリプトはキャラクターの動きとともにカメラも動かすことができます。ターゲットオブジェクトにキャラクターを設定すると、いろいろな方向に動かしてもカメラがキャラクターを見失うことがありません。まず最初に止まったままでフットアップを調整します。多くのモデルは足首に中心があるので、その分上に移動させる必要があります。次にヒップアップを調整します。軽く足が
曲がる程度に調整します。足の歩幅が少し短いみたいです。ステップディスタンスを少し大きくしましょう。左右の幅も狭いようです。フットワイドを上げます。キャラクターを動かしながら各部のバランスを見てさらに調整していきます。フットロッドを上げて足首の回転を調整します。足首が曲がると足先が地面にめり込むのでフットサイズをめり込まなくなるまで上げます。腕が伸びきっているので、アームレングスを少し短くします。アームロッドフィックスの Z を調整して、腕を外方向に回転させます。アニメーションのパラメータも同様に調整していきます。ヒップアップダウンは歩くタイミングで腰が上下します。フットロッドの Y を少し上げると足の動きに合わせて腰も回転します。その他のパラメーターもキャラクターに合わせて自由に調整することができます。